しょ。先ほどはアニメとコラボ配信ありがとうございます。グッズの紹介とか、あとお知らせもいろいろできました。ありがとうございます。そう、今日は写真集を皆さんとまた見ようかなと思います。イエイ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 フフ。手元に準備をお願いします。取ってきて。君だけのものと言います。写真集を眺めていたら、君が世界の中心にいるような気がしてきた。いや、確かにそうだ。今流れているこの時間だって君だけのものだ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。世界の中心だなんて、いや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 。いやいやいや、君だけのものですよ。皆さんの世界の中心にいます。いつも世界の中心にいさせてくれてありがとうございます。まあ、今流れている時間はそういうことですね。流れている時間は中心だということです。これは通常版の表紙ですね。あと違う表紙があと3つあります。限定版が。どれもね、皆さんの好みに合うんじゃないかなと思います。うん、後ろはこれです。なんかベッドでゴロゴロ。ベッドでゴロゴロ。あとポストカードが4種類ありますね。確かに写真集ちょっと大きめなのかな。どうなんだろう、大きめなのかな。確かにもうちょっと小さめのサイズもあるもんね、写真集って。じゃあ読んでいきましょうかね。いいですか。ペラ。おお、これはそう、最初の方の撮
影。自分だからね、そんなになんかあれなんですけどあれなんですけど、まあ最初からおおって感じですよね最初からおおって感じ。ドローン、いやいやいや、これは窓から、このカフェ2階があるんですけど、2階のカフェの窓から撮ってますね。これはそう、青島です、宮崎です。黄色のパーカー、これはね、でもね、フィッティングの時なくて、なんか気づいたらありました。フィッティングが撮影の前日だったんですよね、確か。で、この時は結構前髪重ためかな。メイク室っていうか楽屋がなくて、バスの中で車の中でメイクしましたね、こう作って。そう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 。で、ガチの昼ご飯を食べております。そう、車の中で。スニーカーが可愛いんですよ、これ。着物そう、車が楽屋でした。美味しい、うん、美味しかった。あんま食べ過ぎたらあれなんですけどねこれはもう水着着てますね、黄色の、なんていうんだっけね、これチェック、黄色のチェック、でも私この1日目東京から宮崎に来たんですけど、普通に空港で弁当買いましたからね普通に、そう、大移動、そう大移動だったね。なんかお腹空いたの、なんか朝その前の夜結構気使って、夜ご飯をあのコンビニにある鍋にしたの、消化がいいみたいな。のに朝お腹空いてお弁当食べた。しかもなんか結構お肉系の焼肉弁当みたいな食べた気がするね。美味しかったよ。まあ、その後の私ですね。なぜよね。お。そう。でもこの黄色のやつ好きだったんだよな。髪の長さがいいね。ちょうどいいと思う。あとやっぱり今よりもやっぱほっぺがぷくぷくしてる気がする。で次がこのワンピース、白のワンピース。足だけ、こんな足だけのカットもなかなかなくないですか。
足だけ、私の足の指が分かりますね。足の指とくるぶしが分かります。ふくらはぎとふくらはぎね、あんまない、意外とあんまないのかも。でも多分この時増量してたから足もそんなに多分細くないと思う。うん、そうだね、全然ペディキュアしてないね。生身ですね生身。細さより美しさ、あ、そうなんですね。美しさか、なるほどなるほど。そうそう、スカート持ってピョンってしてる、やっぱね、背景いいね。背景がいいですね。この木がいっぱいあるのいいですね。このワンピースかわいいよね。でもね、もうこのカットしかないんですよ。増やして声ですね。オフショットある、オフショットあるよ。なんかの時のために撮ってる、まだ まだ出し惜しみしてるからねまだ出し惜しみしてるよ、まだ惜しんでるよおしむの好きなんでね惜しむの好きなんですよ、長い時間かけて楽しみがある方がいいよね、長い期間。あ、そうそう、この次がこのね、黒のワンピース水着なんですけど、これは警告で撮ったんですけどね、まあ、警告っぽくないところが採用されてて、全然メイクしてないねこれおもろい、まあ、全部ね、もうほぼメイクしてないんですけど、そう、今日メールでオフショットを急に載せました。まだ残ってるんですよ、まだだいぶこの黒水着を惜しんできたんで、そろそろ載せようかなって。結構あるんですよね。いや、そう、気分なんよ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ気分なんですよね。まあ多分、そう、私のフォルダで眠り続けるってことはない。勇気出して送ります。気まぐれなんだよ。まあその気まぐれも許してくれるからね、みんなが。でもこの花かわいいよね。何の花っていうのかな。
ちっちゃい花で。花びらが白で、真ん中が黄色。この花かわいい。そう、これね、草むら普通の草にね、座ってます。これ草むらに座ってるんですけど、そう、地面に座ってるの。これ結構すごかったよ。これ結構すごかった。意を決して。でも、もう写真集を撮影するってなった瞬間から私はもうそう、ある程度もう肝は座っていたというか。なんでもうよかったね。この時はもう私はね、最強だったんです。そうそうそう、スーパースタータイムだったんで。花持ってるやつ、黄色いバージョンも持ってるね。でもいっぱい撮影したんだけどね、この時。あの川にも入って、なんだっけな、あのね、先行カットでは出たよね確か。48タイムズさんでの限定で出た気がするな。いろんなとこでね、こうちょこちょこ出てるけどって感じ。うん、これ2枚だけですね。まあ、他にもっといい写真があったということなんだろう。で、なんか急に変わるんですけど、また水着なんですけど。ね、ここまで大丈夫って感じよね。今客観的に見たら。次はなんだっけね、オレンジ、明るい水着を着ています。これはジャンプ、めっちゃジャンプしてる。ちょうどこの時私膝を負傷していたんですけど、ジャンプした。そうだね、アイドルジャンプだね。このアイドル活動の中でね、だいぶジャンプも備わってきましたよ。そう、上手になった、ジャンプの仕方を。別に、うん、そうだね。で、このなんか座ってる木のはしごみたいな、机みたいな、椅子みたいなとこに、これ机に座ってるかもしれないな。まあでも、そうそうね、後ろ姿ですね。でもこれさ、めちゃくちゃさ、宮崎なんですけど、めっちゃ良くない？南国っぽくないですか？あー、目の力がすごい。確かに。そう、この水着の時のね、なんかお尻系はめっちゃ褒められたんですよね。だからこれの後ろカット多いんですよね。
で、これも海に入って波がね、なんか結構来てました。なんだっけな、サーフィンとかもいいみたいで。そうだね、これは海で遊んでる風かな。冷たかった、うん、冷たかったかな冷たかったかな。確かに、なんか水着もこれリボンが可愛い。リボンが可愛いです。うん、6月、うん、寒かったかな、確か。で、めちゃくちゃアップ。2ページ使って、私の顔がアップ。めっちゃわかるね。もう、すごいね。下まつげもわかるし、眉毛の本数も眉毛の本数もわかる。パワー感じる？パワー感じる？感じるか。でもこんなに間近に私の顔を見れることはないですからねいやいやいや、近くはあるけどこんなに間近はないよねが、お、次もまあ結構アップだけど、これは頭にタオルをかぶって、そのタオルの中で撮影していますね。確かに横顔ですね。あんまり横顔って、見れないよね。正面は結構あるけど、横側はないですからね。確かに目玉めっちゃわかるね。目玉すごいね。目玉フェチの方もいらっしゃる。私のさ、目の中さ、花があるの見える？これ見えるんじゃない？私の目の中にある花。そう、ガーベラみたいな花が咲いてるんですよ。で、これはもうね、帰り側やね。で、次がまたいや、またっていうか、次は、かわいいのを着ていますでもこのね、海から帰ってきた時のこの次のやつは結構この表情いいねってよく言われたかな。これは椅子にちょこって座ってる。
この辺好き。そう、ここのカットめっちゃ多いよね。ここのカット、あ、そんなに多くないかな。でも多いよね。カーテンを使って撮影している。これはあれだ、先行カット、被像カットにも結構ありましたね。これは後ろのレースと、これなんていうの、レースも可愛いし、やっぱ私ピンクのこの色がめっちゃ好きなんですよね。だからこれはめっちゃ可愛いよね。そう、横バージョンのドアップもあるという。これはね、2日目の朝だったかな。2日目の朝、あんまり覚えてないな、この撮影した時は。こんなカットあったんだみたいな感じ。10ページある。ここの衣装10ページ。寝起き、うん、寝起きですね。ですか、起きてメイクしてすぐだったかな。この時まだね、雨が降ってたんですよね。このあと海での撮影があるのに雨降ってて、どうするって感じ。もうなんかさ、フィッティングしたけどさ、こん着てみたらこんな風になるって思わなかったの。うん、あ、見えてた、おいしそう、すごいね。レースが可愛いですね。結構あざとめの顔をしてる。私の中での一番あざといゾーンは一番最後のページのなんですけどね。ちょっとなんだろうね、うーん、まあ、彼女感ですねこれは。彼女感かな。次がお風呂。これは表紙にもなりました。いいよね、私結構好きですねこのお風呂のやつ。泡をいっぱい顔につけたりしてお団子してます。確かにおでこも出てるし、写真誌でこんなにおでこ出るとはね思わなかったね。この顔好きだな。見せていいのかな、こういうの、これって。見せたいけど。あ、左のページですか。わあ、ちょっと足が映ってるやつ。私は右が好きですね。2日目コンディションいいんじゃないかと思っている、顔の。そう、鼻に泡がついてるよ。左は左でちょっとさ、なんか物語物語感あるよね。左は左で、これは何をしてるんだろう。なんか何かがボケて見えるから手かな。
手が高速で何だろうね、残像が見えますけど、いや違う違う、幽霊じゃないから私の手です違います、違います、私の手の残像ですやめてよちょっと。で次が、あーこれはタクシー、福岡のタクシー、この日2日目がそう終わって、でもう私お風呂入ったんよお風呂入ったっていうか、あの海でねそうシュープレさんの撮影してなんか覚えとる、このイエーイみたいなしてるやつの時にめっちゃもう泥がついたの、砂がいっぱいついて、そうそうそう、砂がいっぱいつきまして、なんかちょっと水着もね汚れちゃったの、だからもうお風呂入ろうってなって、もうシャンプーもリンスもしてしっかりしっかりお風呂入った、さっぱりしようと思って、そう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 、そうね、まあ、これ偽物ではないけど、このショットが偽物ではありませんけどね、そう言ったらちょっといやでもこういう感じよ、こういう感じかな、でこれはそう夜ご飯食べた後ですね。これね私服ですね。私服でそう。でも全然なんか撮影するって知らなくて、もうガチの私服で撮影して。コンビニ行ってなんか入浴剤とかお菓子とか買ったりしている。でえっと帰り道の信号です。これは博多の街ですね。これあれやない、ラーメン屋さんの看板が映ってるような、そう博多の街、これそう、これラーメン屋さんじゃないかと思っているそうね、そう右上のやつ、やっぱネオンみたいな感じだね、車の光とかと。で次が3日目の福岡での撮影が始まりました。というわけでもうね撮影4日間って決まってたから、もう折り返しになって寂しいって感じ。これこの衣装はやっぱ結構いろんなとこで出てたかな、一番最初の公式アカウントが出た時のトップガンもこれだったし、動画も最初これだったし、
この靴下の写真は何え、何でしょうね。何も分かりません。私には分かりません。私には分かりませんが、なんか撮ってらした。なんか撮ってらした。結構自分じゃそう分からない、分からんこと結構ありました。分からずってことは結構あった。靴下フェチ、靴下フェチ、ああなるほど。確かになんか足なんか足ヘチの方はおるよね。足のなんかすごい私の足の指が好きな方がいるんですよね。なんか分からんけど、私の足の指が好きな人がいるんですよ。いや本当に、だから本当に私の足の指見せないとなんか意味がないみたいな。なんかもし足の指が見えてたらこのグッズは買ってたけどなみたいな。今見てたらごめんなさいね、勝手に言って。みたいなメッセージ来ますね。そうめっちゃ細かく、そうずっと足の指が見たいです。これは見えんけどね。でも写真集で結構見えるくない？足だけのカットの時とかめちゃくちゃ見えるし、写真集買ったらめっちゃ見えるけんね、嬉しかったと思うよ。うん、でもさ、こういう撮影がないとさ見せれんじゃん、そんな急に。だけなんか結局全然私も見せる機会がないから、最終的にその方もなんか、サーヤンってサンダル履かないのみたいな言ってて、それが面白かった。もう素朴な疑問。もう私への素朴な疑問がもう浮上したの。サンダル履かないの？確かに履かんねみたいな。いやそう。よかったよね本当。サンダル履いても私靴下履くしね。履いたとしても、そう、そういうフェチの方もいらっしゃる。いやそうなのよ。そう、うん、サンダルに靴下履いてる。違う、痛いよなんか指が。なんかサンダルのが指、足の指になんか、私の足の指が本当なんかもう靴、普通の靴とは不向きな足をしてるの、難しい足をしてるの。だから合う靴があんまないんだよ。いやそうなの、難しい足してるん。そう、足の指も長い、そう長いから足のサイズは
23だけど、なんか 23.5 の方が良かったりする時もある。あとそう、親指と小指のここもう出てるんですよ。わかるかな、写真集わかるかな、ちょっとここって出っ張ってるんよ。警告のとこでわかるわかるのもあれだけどね。そうね、普通に見せれんけんね、配信じゃ。メールで、あ、メールでさ、めっちゃ1年に1回ぐらいさ送るよねそう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 、1年に1回ぐらい送るやつね。今年送ってないか、まだ。そうね、1年に1回いつ来るか分からんけん、ずっとメールを見てる方は分かるよ1年間いつ来るかな手上げで、あ、そう、これはちょっとな、もうこれなんだっけ、通常表紙と同じやつかな、これどうしと同じカットが入ってますね。うん、同じバージョン。まだ見てます、まだ見とるよ。今真ん中らへん今真ん中のページです。だいぶ話を脱線しながら話してるから、うん、この右のやつはこれはなんだろう、ちょっと私目つぶってるけど、これはあとちょっとなんかボケてるよね、違う。そう、足の指描いて足の指描いてる。いやいや、これ描いてないよ、触ってるだけだよ触ってるだけだよ、触ってるのもおかしいねあ、そうそう、靴下を直してる靴下を直してる。着眼点もおるんやけど、でもこれは耳もめっちゃ見えてるし確かに痒かったらこんな顔せんよね痒い時の顔してません。いやいや、だからこの日が私のデコ出し解禁初だったんですよ、今思えば今思えばメイクさんと相談して、ほんと軽い相談でなんかレアなやつにするってなって、おデコ出したことありませんってなって、で出す気もありませんみたいな、が出す気出す未来もありませんみたいな、私はアイドル人生でみたいな感じだったけど、まあ、写真集だったらなんか見せてもいいんじゃないかっていうか、写真集の中でしか見れない自分がやっぱりこう特別感欲しかったのよ、写真集で。だからじゃあやろうってなってこの時は本当におでこだし、私似合わない似合わないって思ってた。
そうそうそう、確かに確かに。チラ見はね、いくつかあったね。確かにこの何年間でチラ見は確かに強風と強風おでこと、あとあなんだろう、ガンスを作ってる時のおでこと、あとそう、あと汗ね。確かにサマステサマステの時のあの汗で、そう、どれも恋ではないという、どれも流れとかそういうのでなってしまったんで、そう、この時はまさかね、まさかまさか本当表紙になるって思ってなかったし、公式アカウントのトップ画にもなると思ってなかったし、だから正直そのトップ画になってた時は私の中で話が違うぞって思ったんですよめちゃくちゃ私の中でね、私の中で世界が中心に回っているとすれば、あれ違う、なんか違うってなってたけど、まあでもね、その後君は何を後悔するのかの MV でもおでこ出ししたし、もうね良いんですよそうそうそう、それほど、うん、まあ似合ってたのかな似合ってたのかなって思ってます。でもこのカットも結構多いね、太宰府、太宰府カット、太宰府っぽいとこはないけどね、太宰府なんですよって後から言ったらびっくりみたいな感じで、高尾公園発見、これは前日の夜に決めました、高尾公園行ってみたいですって。そう、あの筑紫庵唐揚げが私めっちゃ大好きなんですよ、太宰府にある筑紫庵唐揚げで、私が撮影行った時には来月で閉店しますって書いてあったで、ってなって、嘘やってなって、まあ行けて嬉しかったけど、ファンの方が食べれないじゃんって思って悲しかったんやけど、うん、なんか最近また開店してました最近開店してた、そうそうなんですよ、よくわからないけど、よくわからないけど回転してた。どうなったんだろう、リニューアルオープンなのかな、また行かなきゃ。そう、私はそこの筑紫庵唐揚げが好きで、太宰府に行こうってなってたぐらいに、あそこのなんだろう、参道めっちゃ好きですね、うん、休みの日があったらすぐに行きたいぐらいに、なんか行きたくなるんだよね、ということです。あ、このねタンポポ持ってるのもめっちゃ好き、タンポポ持ちずっと持ってんのこれ、高尾公園の時なんかずっと持ってるお気に入りのタンポポさん
っと持ってる。好きなんよね。一番は綿毛が好きなの。一番は綿毛が好き。でもこれは黄色のを持ってるね。そう、綿毛バージョンのやつ、白の方ね。ふってしたら飛んでいくやつが好き。これは巣の症状をしてますね。すごいよね、こんなの急に「はい、じゃあこの表情をして」って言われてもできない表情をしてる。うん、そう、ナチュラル、すごいすごい。でこれがカフェですね。近くにあるすごいおしゃれなカフェに行きました。これはポストカードにもなってる別カットバージョン。カルピスを飲んでる私。あ、もう終わった、カフェが終わった。次はもうね次はもう、これは旅館に行ってますね。旅館に行きました。ここでなんともう靴下を脱いでおります。靴下多いね、なんか靴下系多いな。でわーおー、黒のを着ています黒だけどちょっとなんだろうね、ベージュ味がある。これは予定にはなかったものですね。そう、これバンされましたねバンしないでくれ。これはポストカードでバンされました。確かに、でもあれ後から見たら確かにバンだなと思う だってあれが急に家に来たら怖いでしょすみません嬉しかったですよね、嬉しかったですねなんか上からサーヤンとちょっと下からサーヤン、このショットなんかの秘蔵カットにも載ってた。私にはこれの良さはよく分からんけどいいのかな。私には分からんのよ。でここは星の村ですね。赤の衣装を着ております。赤の衣装を着て、お、ここも私の手と足が映っている。ちょっと
一つ結びしてみるよみたいな。望遠鏡に見ようとしています。巨大な夜の設定、夜の設定なのかな。でも夕方に撮った気がするけどね。でもそうだね、夕方よりもちょっと連ドラみたいな感じがする。連ドラみたいな感じするだね、開放感あるよね。でこれもレアなショット、あんまり出てこないこのピンクのタンクトップとチェックのスカート、青のスカートと花火してシャボン玉の中で遊んでいる。夏って感じがするね。うん、そう、これはメールで送ってるぐらいよね。メールで何回か送ったオフショット、これも幻想的ですね。この時これがもう、あ、なん、これは不意に撮られたショット不意に撮られたショット、これも良いですか。良いのかこれま、確かにめっちゃ気抜いてますね。めちゃくちゃ気抜いてる顔してるもんこれこれが写真集ですね。で、これがカルバンクラインのシーンが始まる。これはカルバンクラインのスポーティーな感じのピンクバージョンですね。窓を見ている感じの私と、そうそうそう、これね、後ろがすごいね。可愛いが勝ってる。アスカさんはグレーですね。後ろ全然見せてないけど後ろすごいよ。多分 NG だったんじゃないかな後ろは事務所 NG もありますからね。腹筋、あ、腹筋わかりますか。どっかでわかる腹筋。特に鍛え、そんなジムとか行って鍛えたわけじゃないんですけど、見たかった。じゃあオフショットで見せます。なんかこれそうタイプがね、いろいろあるよね。上の方がもうちょっと開いてるバージョンと、私は開いてないバージョンだ。オフィシャル NG なるかな。なったらなったで、あーってなるけど。椅子に座っとんのとちょっと横向いとるやつでちょっとわかるね。あー、あ、でもこれ結構好きかもな。
顔だけ見せようかな。この角度から自分を見たことないから結構新鮮ですね。これもなんかこれとあともうちょっと引きのカットもあって、なんか足をね、足のなんかなんだろう、マッサージしてるやつがあったの。それかこっちかになってこれにした。あとね、なんか壁に足をつけてる写真もあったんだけど、結構それもお気に入りだったんですけど、いつの間にか NG になってました。なんかめっちゃ足の形がわかるやつ。ダメでしたね。乗せれんかったやつはね、なんか見せれんのもねあれですよね。オフショットにもないからな。でもマネさんもこれいいねって言ってた。これは列車踏切を渡っているカットですね。テク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 で、これはうどん屋さんに行ってお昼ご飯を食べようとしているここです。確かにここはサンダルですね。そう、注文を取ろうとしている私。こんなさ、こんなに足が見えてると思わなかった。とんでもないよね。とんでもないよね、こんな横に急にいたらとんでもないぞね。でもこれはうどんを食べずに、なんかお肉なんだっけこれ、砂ずりかな、砂ずりを持って終了。全然覚えてない。この時なんかこの後に何があったかな、多分そう、この後のあの撮影があったから食べれんかったよね。そう、うどん3本うどん3本食べたかな。そうそう、お腹がね出やすい出るじゃないですか。あんまり食べたら、だからうどん3本です。マネさんのうどん3本食べました。いや、そういうものよ、写真集の撮影というものは。でこれはこの、あれこれなんだ、どこだ、ここ、ここ宮崎だな。これはそうだ、オレンジのあの水着、晴れる前のちょっと曇っている時の撮影ですね。これは腹筋をしている
私。そうね、うどん屋さんの時と同じ服着てる。宮崎に戻ったんだ、これは。これ腹筋のですよ。うどん屋さんの時は、何着とったかな。そうなんですよ、これは茶色の水着を着ています。私はこのカットにびっくりしたの、この時のやつ。そう、もうね、そうだ、そう、ズボンを脱いだ後だ。なんかよくわかんない、なんか草が生えた場所でなんか脱いで、その後ですねなんじゃこりゃと思いながら、そうそうそう、なんじゃこりゃって感じだってさ。あんまり人いなかったけど、その時ね、ちょうどいなかったけども、なんじゃこりゃって。そう、これは上を向いて撮影したからめっちゃ眩しくて、曇りからこう刺す太陽がめっちゃ眩しかった記憶。でも頑張って目を開いてました。そう、眩しくなったらね、涙が出るんです。そうそうそう、でなんかなんか見てまた脱いでいるという、どういうって感じ。でもこれ結構映えてた気がする、この岩での撮影は結構映えてた。これも結構出し惜しみしてますねこれもちょっとオフショットをまだ惜しんでる。はい、いいんですよ、まだ惜しんでます。この水着もなんか似合うねって言われた。これもお尻すごいね、基本的にすごいね。まあその方が映えるのかな。確かに。ね。後ろ姿多めじゃない？結構。こんな多いもん。前も基本的に前だけどさ。あるよねまあそれほど、まあ、良いってことかな。ね、ありがとうございます。でも本当そんな鍛えてなかったけど、ありがたいわ。スタイルいいのかな私もしかしてもしかしていいのかな。もしかしていいの。いや言われんじゃん、そんな急にマジマジと。
と言われないからな。もしかして、もしかしてかも。でこれがそう最後だ。これは4日目の最後の文字項ですね。これはねもうね寂しかった。もう今日で終わるんだなっていう感じでした。文字項このレトロな感じがいいよね。あんまりない文字項での撮影ってのも。帽子かぶってます。でこのなんかちょっと不審がられたこの蜂の蜂のカチューシャ、これ美味しいんですよ。蜂蜜ソフトが美味しいんですよ。そうそうレトロなんです。うん、なんかねあったよ撮影用にいろいろあった。で急に変わるけどもうこれはあざとサーヤンタイムの始まりこのページ一番多いんじゃないかって言ったの。あざとサーヤンタイムの始まりです。そうなんよ。もう三つ編みもして、私のあざとパワーを あざといと思うよ。あざといと思う。これはもう勝負だったからもうこれはもう勝負だった。そうそうそう。もうこれが本当の本当に最後のね、そう、ほぼ最後の撮影でしたね。しかも可愛い。クローバー。かわいいよね。腹筋見えてんじゃないこれ。地味に腹筋見えてんじゃない。アゾットタイム11ページありました。背中、確かに背中も、背中とか見らんけんね自分で。くびれありました。くびれが分からん。どこ？あ、これかな。なんか一回こうなってるところ。こうじゃなくて一回こうなっとる。腰までのライン、腰のさとこのなんか骨あるよね。なんか骨が出てる。これは骨盤私骨盤が出ている。
そう。これはなんて言うんだ。まあ良いってことですね。で、終わったらこれは焼肉を食べているカットが右上。うん。で、左がほっぺムニサーヤン。ほっぺムニサーヤン。で、これがまたご飯食べてるサーヤン。ほっぺに滞在サーヤン。あ、もうそこまでいった。そうそう、もう勝手に行きました、すいません。もうこのスーパーあざとサイヤンタイムでもう全部を片付けて全部を片付けたもん。左、あざ、これは山椒を食べてキャーサイヤン。で、あ、これ最後バイバーイ。最後エスカレーターでバイバーイって感じでした。このあと本当にね、もうね、このエスカレーターを降りたらもう本当にバイバイしたの。港本当にバイバイしたんですよ。うん、ありがとうございましたーってだって。そう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 、うん。で、まあ、着替えたりとかしたけど、で、ほんとここが北九州駅だったから、もう普通にありがとうございましたって言って新幹線乗って、あ、小倉駅か、新幹線乗って広島行って、で帰りました、普通に。で、このここにこの定位置に戻ったんすぐ。でこの4日間って思いながら、余韻を感じながら、でもこのことはまだみんな知らないみたいな。もうね、そう、知らないんだなって。うん、言いたかった、うん、言いたかったけど秘密にしたかったし、うん、なんだろうね、うん、でも多分アドレナリンはめっちゃあった気がする。なんとも言えないものをぶつけるとこはなかったから、でもそう、その後も配信しましたね。その日の配信どうだったかな、全然ちょっと覚えてないかも。覚えてないかも。どうだったかな。うん、そう、分かる方には分かって、多分そう2人か3人にはバレてた気がするんだけど、まあそうだよね、3日間ぐらいずっとどこにおるみたいなのはあったよね。
配信違ったらの場所が ここじゃなかったらちょっと確かに、なんかあ、まあなんかあるんだろうなっていう感じを今まで皆さん察してきてるよね。私も言わないから、基本的にどこにいるのとか言っても絶対言わないからね。そう、言わないタイプなの。これから何するの？言われても、いや言わない、言わないから。逆になんかメンバー、違うメンバーがこれからサイアントみたいな、何々しに行きますって、え言ったのって言ったのみたいなのはあるけど、ハハハ、つい言うよみたいなのはあるけどね。リンコとか福岡行った時に、これからサイアンとラーメン食べに行きますって言ったんですよ。待って、それは言うみたいな。そう、配信で、そうだから今先に配信しててみたいな。続きあった。だから配信でその、そう、これからラーメン食べに行くんだね、気をつけてねみたいなコメント来て、え？待って。待った。あ、うん。うん、そうそうそう、そうね、秘密主義、確かに秘密主義かも。秘密主義なんだ私。だろうね。そう、口固い、口固いから。ミステリアスだから。言わなくていいことは言わないし、言った方がいいことは言うよ。そうそうそう。というわけで、新週配信ありがとうございました。言っても言わなくてもいいことは言わないね。電池なくなっちゃった。気分によるかも。すべては気分による。でもなんか初期の頃からなんかグレーゾーンは言わない方がいいっていう、あのってことは言われてきた。言うか言わないか微妙なところは言わない方がいいって。あ、英語してなかった、そうだ、英語してない。では来てる来てる、最後のリワインダーです。
7日連続記録を止めないで、今すぐレッスンしよう。なんか来てる。寝りますか。ドライブラリー？ The library is near the museum. Library. The library is near the museum. え？ The library is near the museum. Is near museum かな？ The library is near museum. え、違った！あ、座が抜けてた。ニヤ座か。The train to New York is fast. The train to New York is fast. 電車は。あ、わかった。To New York。ニューヨーク。までの電車は早いです。 My hotel is near the airport. え？ My hotel is near the airport. 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 My hub?My hotel is near the airport. じゃあカメさんお願いします。 My hotel あ、ホテル is near the day airport. Airport. My hotel is near the dayAirport. こんなんで正解してもさ、なんか My hotel is near the airport. こんなんで正解していいの私。ほぼほぼカンニングじゃん。ほぼカンニング。こんなの。My hotel is near the airport.This is the bus to your hotel. This is the bus to your hotel. これはあなたのホテルまでのバスです。見たらわかるよね。Is this the train to Toronto? トロント? Is this the train to Toronto? Is this the this. Is this the train to Toronto? Train to Toronto? Train to Toronto? This is the bus to my hotel. これは私のホテルまでのバスです。Excuse me, where is the new bus station? Excuse me. 記憶力ない。Excuse me, where is the new bus station? Here is the bus station. Bus station. え、違う。Here is the...ニューバスステあ、ありがとうございました。これこの後一人でやるの悲しい。この後一人悲しい。ありがとうございます。バイバイ。